ストップ戦争法案オール川崎市民集会が8月23日稲城公園で行われました。川口洋一実行委員長の挨拶です。若者、パパママ、現役の大人の世代まで広がってきました。自民党、公明党の支持者の中まで広がっています。あと一歩です。皆さん、周りの人に声をかけ続けていきましょう。あと一歩です。特定秘密に指定されてしまえば、なぜどのように、我が国の存立が脅かされる事態になったのか、何の説明もなく国会にさえ知らされず、ある日突然アメリカの戦争に加担することになってしまいます。日本国憲法よりも安保条約を優先し、立憲信用を破壊し、解釈改憲で憲法10条を踏みつけにする、絶対に許すことができません。皆さんいかがでしょうか。日本の教会は前の戦争で非常に大きな罪を犯しました。具体的には朝鮮はじめアジアの教会の人、クリスチャンの人たちを政府と一緒になって迫害する立場に立ったんですね。ですから今も多くの教会の人たちは絶対にこの法案を通すわけにはいかない、同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。親となった私たちの世代が今頑張らないと、子供たちが大人になった時に戦争に参加する人生を送るかと思うと不安です。この法案を前にして何も行動しないで普通に生活していることはもっと危ないことだと思います。私たちは安倍政権の戦争法案に反対します。小さな子供を連れてのデモ参加大変だと思いますが、いても立ってもいられないというようなことで行動していらっしゃる姿すごく励まされます。私たちはストップ戦争法案オール川崎市民集会を開催した市民です。やっぱ安倍首相の、ね、やっぱ戦争法案については絶対反対だというふうに思って決まるんですけど、川崎で、これだけの集会ができたというのはやはり今市民がね、戦争はもう絶対に嫌だと、もう二度と戦争はしない国、それを守っていきたいと思います。